私の専門はデジタルヒューマニティーズです。慶応義塾大学文学部図書館情報学専攻の長崎清則です。この分野の中でもデジタル技術を生かして人間の文化に関わる多様な事象をグローバルにより深く分かりやすくつないでいくことに力を入れています。これを実現することによって、私たちは私たちが蓄積してきた知としての文化をよりよくデジタル世界に継承し、同時に分かりやすく接することができるようになります。デジタルメディアの普及によって知の蓄積と伝達の手段は大きく変わりました。文学部あるいは文化の研究をしていると、どうしても負の側面を強調してしまいがちであり、実際に負の側面は否定しがたいものがあります。しかしそれを乗り越える利点を作り出し、さらにデジタル技術の特性を生かしてより良い知の場を作り出していくことも一方でとても重要なことです。この場を私が取り組んでいる分野ではメソドロジカルコモンズ、つまり方法論の共有地と呼んでいます。つまり文化に接し、深掘りし、研究するための多種多様な方法論はデジタルメディアを前提としたときに共有の場として形成することができるはずだということです。言語について研究したい人も、文学作品について研究したい人も、歴史的な古文書について研究したい人も、同じようにテキストは使います。デジタルではテキストデータになります。音声についても、動画についても、 3D モデルについても、地理情報についても、同じようにいろいろな分野、いろいろな関心、いろいろな文化事象において共通の技術として使われます。話が広くなってしまいましたが、それではそのために具体的に何をすればいいのでしょうか。なすべきことはあまりにも膨大です。そして一人ではとてもできないことです。ですので、今ここにいる私たちができることを一つずつ丁寧にやっていくことがきっと先につながるはずです。私が世界中の仲間たちと取り組んできたのは、国際標準に関わることです。これに準拠してデータ作りができれば、世界中のさまざまなデータが確実に深くつながっていき、グローバルな深い知識のネットワークができていきます。古文書に出てくる人名や地名、古くから伝来されてきた聖書や仏典のさまざまな写本における内容の移動、こうしたものが世界中でデータ構築されつながっていくとしたら、我々が得られる知識は圧倒的に深く横断的で、それでいて分かりやすいものにもなっていくはずです。これを成立させるためには、共通の枠組みの中で深い知識をどう記述するかということが鍵になります。そのために、国際的なデファクト標準規格としての TEI ガイドラインの東アジア対応のための改定と、これを文化の研究者にも使いやすくするためのツールやガイドラインの策定といったことをはじめとして、文字を扱うユニコードや画像を扱うトリプル F など、いくつかの文化研究にとって基盤的な企画に取り組んできています。グローバルな深い知識ネットワークの構築に興味がある人は、ぜひ一緒に勉強しましょう。他人の研究支援だけでなく、自分の研究支援という意味でもデジタルヒューマニティーズはとても有益な分野です。つまり主専攻だけでなく副専攻的なものとしても取り組めますので、興味を持たれた人はぜひ一緒に勉強しましょう。